僕は物を作ることが好きです。母さんも建築士で、身近な仕事なので建築士になりたいと思いました。この建築士になるためにインターネットや本などインタビューなどから調べました。建築士の資格には3つあり、木造建築士、二級建築士、一級建築士があります。木造建築士は延べ1階または2階建てで延べ面積300平方メートル以下の建築物、二級建築士は延べ500平方メートル以下の建築物、一級建築士は面積の決まりがなくなり建築物の設計や工事管理などを行います。この図を見てください。これは一級建築士になるまでの道についてのものです。一級建築士を目指すなら大学、短大、高等の建築学科を卒業して、建築会社や建築事務所などの仕事をしてから2年以上経つと一級建築士の試験を受けることができます。この一級建築士の試験内容はこんなのがあります。この4つの合格者は設計フェーズの試験を受験することができます。設計フェーズの試験に不合格になっても一級建築士は次の年、一級建築士は木造建築士は次の年まで学科試験を受けることができます。静岡での建築学科のある大学は常葉大学なのです。全国の合格率の高い大学は日本大学なのです。一級建築士の合格率は学科試験が 25%、 設計フェーズが約 30%、 全体で 10% なので一級建築士になるのはとても大変なことが分かりました。その建築士になるために今できることは、建築士はたくさんの人と関わって形にしていきます。そのため自分の伝えたいことを言葉にしか感じさないと理解できません。それに想像力も働かないと理解できません。インタビューで2つの質問をしました。1つは復帰をして嬉しかったこと、もう1つは大変だったことを聞きました。嬉しかったことは大変だったことはお客さんの要望を答えられるか悩んでいること、嬉しかったことはお客さんに喜んでもらうと嬉しいと、いつもお客さんのことを考えていることが分かりました。なので相手の意見を聞くのもそうだけど、自分の意見もしっかり話さないとより良い絵ができないと僕は思います。僕は人に意見を伝えるのが少し苦手なので、これから少しずつ人に意見を人に伝えられるように普段からやっていきたいです。そうすれば建築士に近づくことができると思うので頑張ります。これで僕の発表を終えます。何か質問などありますか？